月面にある月の海の一つ。月で餅つきをしているウサギに海を見立てた場合、ウサギの顔に相当する。アポロ11号の月着陸船が着陸した場所でもある。1969年7月20日に人類として初めて着陸した地点は月面緯度0.7度、月面経度23.5度で静かの基地と命名された。また、その近くの3つの 小さなクレーターはアポロ11号の3人の宇宙飛行士にちなんで、それぞれアームストロング、オルドリン、コリンズと命名されている。アポロに先立つ1965年2月に打ち上げられた月面探査機レインジャー8号は、この静かな海に衝突したが、その直前の23分間で7137枚の写真を撮影し、地球への伝送に成功した。 アポロ計画では、これらの写真をもとに着陸地点が選定された。静かの海は、地質的には、ベースンを埋めた後期、インブリウム台の若い洪水玄武岩である。周囲の山々は全域、インブリウム台と考えられるが、静かの海のベースンそのものは先のエクタリス台にできたものと推定される。ありがとうございます。